吉田さん、鬼滅の刃で閉店ですか。この話題ね、実はね、30数年前もあったんですよ。どういうことかっていうと、私が小学生の頃ですけども、その当時ね、自営業は自由業っていうふうに言われてました。今みたいに自由に、商売ができるような時代ではなくて、規制っていうのがありましてね、なかなかそのラーメン屋ならラーメン屋、飲食店なら飲食店、バーならバーっていうのを自由にできない時代だったんですよね。やってる人がいるとすれば無許可営業っていう、潜りっていうね、形が多かったです。もう私のね、大学の周りにも結構ね、あの潜りのお好み焼き屋さんとかあってですね、許可を取っていないみたいなね、堂々とやってました。家を改造して勝手に商売して、まあもちろん納税もしてないみたいなね、こんなことがありましたけども、そんな感じでね、30年前、40年前っていうのは自由業って言われてたんですよね、自営業のことが。まあ今ではね、自営業っていうのは結構危ない商売の代表格みたいになっちゃってますけども、でもね、当時はその自営業っていうのはね、自分の好きな時に休めるからいいよねって話になってました。その前提でちょっとこういう話があるんですよ。それはね、宇宙戦艦ヤマトなんですよ。宇宙戦艦ヤマトが劇場で公開された時、まだ当時映画館っていうのは、そんなにね、整備されてなくって、全国16会場ロードショーとか言ってもね、16会場しかないんで、例えばね、広島に住んでる方とか山口に住んでる方は大阪とか福岡まで見に行かなきゃならなかったんですよ。まあ当時はフィルムカメラですから、フィルム映像ですから、フィルムもトラックで届けないといけなかったんですよね。まあ今デジタルなんで、おそらくですけども通信で全国一斉ロードショーっていうのはね、低コストでできるんでしょうけども、当時はね、フィルムをこっちの映画館に持って行って、上映期間2週間が終わったら次の映画館に移していくっていうみたいなことを、こうやって、ね、リレーのように繰り返していたそうなんですよ。まあ当時は物の時代でしたから仕方がないですけどね。で、ちょっと話長くなりましたけども、じゃあなんでね、これがね、鬼滅の刃の自由閉店につながるかってことなんですけども、その宇宙戦艦ヤマトのアニメを見るために、映画を見るためにね、当時自営業していた喫茶店のオーナーが何人か店を休んでね、で映画を見に行くためにその3日間徹夜して並んだみたいな、そんなね、逸話があったんですよ。それはね、アニメ雑誌の隅っこに書かれていたんですけども、当時はツイッターもないですしね、当然インターネットがありませんので情報の拡散力って弱かったんですよ。で、そのお店を休まれた方も何日か前にね、お客さんとのやり取りがあったらしいんですよ。いや、今度ね、店休むからごめんねみたいな感じでね、どうしたんだよ、なんかあったのって言ったら、いや、ヤマトの映画見に行きたいんで、これはね、どうしても見に行きたいんで、ちょっとね、3日ぐらい並ばないといけないみたいなんで、ちょっとね、3日4日休むことにするよと。で、あとはついでだから観光してくるから1週間休みねみたいなことを話してたらしいんですよ。そのまあ噂話みたいなのがね、アニメ雑誌の隅っこに取り上げられたってことがあったんですけども、当時もやっぱりね、だからそういうふうにアニメを見るためとか映画を見るためとかね、レジャーランドに行くため、家族サービスをするために商売を休むってことが結構あったんですよね。だから今回吉谷さんからね、このツイッターでどうこうって送られた時に、あ、まだこういうことあるんだなと思いましたね。だからこういうところにその店の味が出てると思うんですよ。例えばね、吉田さんが言われたように、今回鬼滅の刃を見に行って帰ってきたら、やっぱりお客さんがね、集中してどうだったみたいな感じになると思うんですよ。で、当時も宇宙戦艦ヤマトを見た人が帰ってきて、当時はね、いろんな人がもうみんな映画に見に行けるわけじゃないですから、映画から帰ってきて宇宙戦艦ヤマトを見たオーナーさんがいたら、で、どうだったヤマトみたいな感じでね、お客さんとの対話になると。要するに昔の商売って今みたいなチェーン店仕組みではなくて、地域の方がそこに働きに行って、地域の方がそこに食べに行ってっていう感じで、ご近所さん同士で商売をしてたんですよね。これがだから商売の味ですよ。隣のおばちゃんとか角のタバコ屋さんって言葉がありますけども、角のタバコ屋さんが何さんがね、それ経営されてるのか、新しくアルバイトで入った女の子は誰なのかとかね、看板娘っていうのがありますけども、そういうふうな個人情報は筒抜けであって、それがいい交流を生んでたんですよね。もちろんね、お客さんと従業員さんの出会いとか結婚っていうのも結構今以上に多かったでしょうね。でも今はスタッフさんは働いてるけど、どこの誰か分かんないとかね、で移動があって、今度九州に行くんだってみたいな感じで、ものすごいね、転勤があったりする。でチェーン店なんで、いきなりこっちの方にね、ライバル店が出店して、こっちの従業員さんがこっちに移っちゃう、従業員がね、なんかこう謀反を起こすみたいなことも結構あってね、商売っていうのは様々だなと思ったわけなんですよね。まあ、ということを吉谷さんの動画を見て思い出しました。そしてですね、吉田さんが無料コンサルで180万円売った話って今でも聞いてます。この180万円を単発で売るっていうのはなかなかね、肝の据わった話だなと思いますけども、確かにね、借金があっても商売はできる、これはね、考えてみれば当たり前のことで、世の中の会社ってほとんどの会社が借金してるわけですよ。借金をして、でそれによって設備投資したりとか営業マンを雇ったりとかね、会社の運営してるわけなんですよ。で、例えば借金を1億円して毎年毎年100万円ずつ返済をするみたいなことね、
何百万とか返済するみたいなことをやってるはずなんですよ。だからほとんどの会社はマイナス資産っていうのを持ってるんですよね。負債、例えば1億円なり1億円っていう借金をドーンと持っていて、その借金を返すためにこっちの方で1億円以上の売り上げを、じゃあ10年で立てましょう、20年で立てましょうっていう経営計画を立てるんですよね。だから返済計画っていうのもいくと、じゃあその返済計画が順調に進んでる時に商売は失敗してるっていうのかってことなんですよ。だからこれを個人に落とし込んでいくと、個人事業に落とし込んでいくと、私たちはね、借金をしても全然恥ずかしくもないし、痛くも痒くもないわけなんですよ。借金をしてるからこそ、こちらの方に自由に使えるお金が生まれて、その自由に使えるお金でいろんなアクションをして、借金をした金額が例えばね300万だったら、300万の借金をしたけど450万の売り上げを300万によって立てましたってことになればいいわけですよ。だから商売の種銭ってのは必要になってくるんですね。で、今の時代ってのは、ただ借金がね必要ないとも言えるんですよ。それは商売を始める前にできた借金っていうのを返すためには、一番いいのは新たなる借金をせずに商売をすることなんですよね。そして今それが可能なんですよ。それが YouTube なんですよね。 YouTube 以外にもインターネットを使うと借金の作りようがないんですよ。でもなんでね、ネットビジネスで詐欺られました、ネットビジネスで借金ができました、ノウハウコレクターですっていうことが生まれるかというと、それはパフォーマンスが出せない人が借金をしちゃうからなんですよね。そして使いこなせない人がお金を使っちゃうからなんですよ。ですんで、まずね、このお金の勉強とか借金をするっていうことは、借金以上のこちらのパフォーマンス、売り上げを出していくっていうことを肝に銘じないといけないですし、それをどういうふうに具体的にやっていくかってことを込みで借金をするかどうかは決めないといけないんですよね。うん、まあ私はね、やっぱりこう詐欺に騙されましたみたいな相談を受けたりとか、ネットビジネスに手を出したらね、それが詐欺だったっていう話をよく聞きますけども、詐欺を見抜けないのもその人の力量ではあるんですけども、詐欺に引っかかったからといってそれがねマイナスの落ち度になるかっていうと、全然そんなことはなくて、詐欺にかかったからこそその中身が分かるってことがあるんですよ。で、最近ね、暗号通貨系の投資系っていうのがね結構出てきたんですけども、私はねあえてそこの一件に踏み込んでみました。そうすると内側にいると外側からしか見えない情報っていうのが見えてくるんですよね。それに対して中身をちゃんとねバラしてあげるっていう動画も出せるわけなんですよ。これさすがにねちょっと公開限定しましたけども、まあ、やっぱりね詐欺で溢れてます、世の中は。インチキで溢れてます。それこそなんか映画を見るために、アニメを見るために店を閉めましたみたいなね、何日か休みましたみたいな、そういう商売の正直な人の方が受けるのは当たり前だと思います。なぜなら多くの人は借金があることを隠しながらやるとかね、それから自分が休業する目的を隠してやるとかっていうふうに隠しすぎなんですよ。むしろね、全部どこを切り取ってもその時その瞬間の自分の正直な姿を見せている、こういうふうなね、私は吉田さんみたいな動画っていうのは、この嘘の多い世の中だからこそ、まあ注目を引く部分がちょっとあるのかなと思います。でもやっぱりほとんどの発信者っていうのは嘘をついてます。インチキをしてます。インチキをして盛り込んでいって、自分が尊大になる大きな人間だということを見せることによってマーケティングを成功させます。それはね、皮肉なことに情報を受け取る人がそういうふうな大きな話を望んでるからなんですよ。だからね、本当にね、借金があるけど細々やってますとかね、アクセスは少ないですみたいな人に、じゃあ学びを得ようかと思うかどうかってことなんですよ。でもやっぱりね、アクセスが低いのにちゃんと売り上げを維持してるってところにも私たち気づかないといけないですね。その素晴らしさとか、その抜き穴とか。だってアクセス高く取れる人ってあんまりないんですよ。じゃあ低アクセスでどういうふうに稼いでいくかってことを学んだ方がより現実的なんですよね。で、そういうふうな話っていうのは、こういうふうな考え方っていうのは多くの方が見過ごしてるところなんですよ。何でもかんでもね、100万再生ある、300万再生ある、チャンネル登録者が10万人で銀の盾だとかね、金の盾だっていう人に注目しちゃいますけども、そういうホームランプレイヤーの真似をしてもホームランプレイヤーにはなれないんですよ。むしろね、地域の地元の誰も知らないような草野球とか、誰も知らないような地域のラーメン屋、こういった名店で限られた100人のお客様、そしてそのお客様の子供たち、子供たちのさらに孫さん、お孫さん、こういう人たちをね、地域の人でやり取りしている、まあ、そういうようなローカルなね生き延び方っていうのが低アクセスの私たちには向いてるんではないかなと思いますし、多くの方はそっちの方が成功しやすいと思うんですね。今回のお家はそういうところにあります。まあ、ですんでね、まとめますとね、私たちはグローバルな成功を望むからホームランプレイヤーの、まあなんですかね、コピーをしようとするんですけども、ホームランプレイヤーになるのはすごく難しいんですよ。だからそこまでいかなくてもいい、草野球の監督でいいじゃないですかってことなんですよ。それでも十分やっていける時代なんですよね。まあ、ですんでね、これからも私たちはローカルに徹していけばいいんじゃないかなと思います。しかもそれはね、ローカルをやろうと思うんじゃなくて、自分の手持ちのカードの範囲で出せる勝負っていうのがあるわけですよ。で、私たちが持ってるのは多分ね、トランプで言うとまあせいぜい3カードなんですよ。調子がいい時に3カード、普段は2ペア、もしかしたら1ペアかもしれません。
ね、ワンペアっていうのはポーカーにはありませんけども、でもワンペアかもしれないです我々は。だからワンペアに勝てる相手としたら豚なんですよね。豚を持ってる人は世の中にたくさんいるんですよ。じゃあ豚のカードに対してワンペアで勝負したら、ビビらずに相手のハッタリに負けずにワンペアで降りずにね、きちんとワンペアだよってことで勝負すれば、豚の人がじゃあワンペアの作り方を教えてくださいねって来るわけなんですよ。その時に問題は2ペアの人に戦いを挑まないことです。2ペアの人からはただ学ぶだけ、2ペアのお客さんになっていけばいいわけなんですよ。ということでね、今日のオチはできたかなと思います。いってらっしゃい。